あのあなんか一型糖尿病についてのなんか雑草とかが入ってるってって、ね、あ,あそうですねこうお腹にこう入ってるんですけどこれがファーストのトイレそれが最初の雑草だったんですかそうこれですねこれは英語でタイプアンダーベリーズって入っててお訳すると一型糖尿病って意味なんですけどそれを最初入れてこう 入れたんですけど、なんかその最初はなんかやっぱこう人よりも傷が生みやすいんで、あの、傷、生みやすいって傷が治りにくいから、あの、例えば入れたあかんって言われたんですけど、ちゃんとコントロールしたら、こう入れてもいいって言ってくれるドクターと出会ってで、そっからちゃんとコントロールしようと思って、それまではもうほんまにもう、なんていうちょうどコロナ、 か2020年コロナのタイミングであのち,ゃあのちゃんとコントロールしようって思ったんですけどそれまではほんまにもう好きなもん食いまくって酒もなんかわけわからんぐらい飲みまくって血糖値めっちゃ高いみたいなそれでもう全然「いけるっしょ」みたいな「もうなんかロックスターみたいに」みたいな「あの早く早く生きて」みたいな「早く生きて早く散るぜ」みたいな。 みたいなバイブ数だったけど、なんか、そこでこうタトゥーっていうのが現れて、ああ、じゃあコントロールしたらいいって言うんだったら入れたいな、みたいな。俺、それまではピアスも開けねえと思って、まあピアス開けてないけど、ピアスも開けねえと思ってたし、タトゥーも入れれねえと思ってたから、え、入れ,れるんだったら入れたいし、みたいなって。で、そこからコントロールするようになって、で、まあコントロールするってことは、つまり生きるってことやから、僕からすると。 だからうんコントロールしてタトゥーを入れるようになりました最近はここの左腕が今週の金曜日完成するんですけど入れてでまあ1年半ぐらいかけてこっちも待っていって、まあ、最終的にはこうすごいもう体全身まあ、でもお母さんに初めて首と顔には入れんといてくれってこうお願いされたから あの、まあ、それだけは、この、僕の愛情として、お母さんが生きとる限りは、守ろうと思うんですけど。でも、最初と、まあ、最初も言ったら、こう、お腹に、じゃあ、あの、一型糖尿病ってタトゥー入れました、とか言って、で、お母さんに見せたときに、え、あんた何それ入れ、なんでそんな入れたとか言われたけど、いや、ちょ、ちょっと待って、お母さん、お母さん、ちょっと待って、みたいな。これな、つって、お訳したら、一型糖尿病って入ってんねん。こいつのせいで、 てか俺はこいつとずっと一,一緒に生きていかなあかんしこいつのおかげでタトゥーも入れれんかったけどもうちゃんと向き合ったら入れても全然平気やってって言ったらおって感じやってでその次こっちに虎が入っててこっちに龍が入ってるんですけどおとんが虎年でおかんがタツ年やからこう虎と竜を入れたんですよ。でこれ入れた時も「ようこれ一緒にて」とかって虎と竜入れて。 いや、あんたまだそんなまた次々入れて、<laughs> なんでそんなんするとかって。いや、ちょっと待って、おかん。いや、これおとんで、これおかんやねんうん。<laughs> みたいな感じで、少しずつこう、こうなんていう、もう、そう、文句を言わせないっていうか。<laughs> いいね、でこ、こっちに愛情の愛って入ってて、こっちに明るいって入ってて、愛に明るいで、よし,しっていう俺の死んだじいちゃんの名前なんですけど。で、これも、こう見せて。これ入れてん いや、まだまだ次から次へと。いや、これじいちゃんの名前はね、あ、うそうな。な <laughs> って、で、この首の後ろには家紋が入ってて。あの先祖の。で、これも家紋入れて。あんたまだそういうなんか何入れとんねで、これ家紋やねはう、あ、みたいになってって、少しずつこう、関係ないものを入れていって、もう、言わせんようになってたけど、首と顔には絶対入れたらあかんよって言われたから、<laughs> それだけは、 あのはい、愛を込めてあのそれの約束を守ることをここで誓います。